さあ、深夜にこっそり撮ってる恋とプロデューサー実況、今回はアニメの第11話を見てからの、まあ、感想配信的な感想動画的な意味合いも兼ねてます。11話ですね。まあ見る人は見たかな、アニメ11話。またなんだかまたよくわかんない回だ。通話来てる。キング追わないと。今週お前は会議に出なくていい。時間までに報告書を提出しろ。あ、はい。あ、はい。いきなり厳しい。ブチ。え？また口を開けばいつも仕事の話ばかりね。だからあなたの電話、怖いから出たくないの。それ以外で何を言わせたいんだ。何がだよ。何でもないです。今日は会社じゃないの？私はもう自分のオフィスの前についてるよ。先週出張だと話したはずだが。知らんがな。あの、冗談なんだけど、 CEO はお金でユーマのセンスを買った。なんでこいつら喧嘩したの？それならお前は仲いいかよ。何でユーマのセンスを買っているんだ？脳みそか。一応ユーマのセンスがあると。今どこにいる？ラウンジだ。ああ。てっきり飛行機の中でお酒を。なんだこいつ。酒？なんだこいつ。前に機内で偶然会った時もブランデーを飲んでたよね。長旅は疲れるけど、あんまり飲みすぎないようにしてね。俺がお前みたいに酔っ払うとでも。ほう。そんなんじゃないよ。俺は飲んでないぞ。ちょうど飛行機から降りたところだが、すぐに乗り換えてドバイに向かう。なんとなくドバイって言っとけば、なんかハイクラスな、ハイソサイエティな感じがするってなもんよ。どうしてドバイへ？どうしてドバイへ？もちろん仕事だ。バカンスに行くとでも思ったか？バカンス。そりゃそうだろう。こういうの会話広げるの難しいけど、主人公ちゃんはよく会話を広げに行けてるよね。すごいわ。ある意味すごい。まあ、ある意味っていうか、ある意味もつけなくてもすごい。話が。仕事だってことは分かってるよ。でも、ドバイにもあなたの仕事があるなんて知らなかった。でもサクサク行かない時がある。最終目的地。わん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 。ドバイじゃなくアムステルダムだ。オランダか。直行便がないから。ドバイはアラブ首長国連邦だっけ。そこからアムステルダムに向かう。ああ。イスタンブールはトルコの首都だっけ。とりあえず並べてみました感がすごいな。まあでもドバイからイスタンブール、イスタンブールからアムステルダムっていう行き方はまあ多分合ってると思う。はっ、アームストロング、宇宙飛行士かな。初めて月面に立った宇宙。バッ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 。アームストロングじゃなくてアムステルダムだ。アームストロングは人の名前だろ。話をさらっと流した。すごい、まあ、2日くらいだ。よく疲れないな全員、こんなやつ話していて。短いね。もっとゆっくり滞在してればいいのに。お前はそんなに俺に会いたくないのか。会いたいんすか。ドバイの空気が綺麗だって聞いて。そんなこと聞いたことがない。ドバイって結構あれじゃない？なんか砂漠の中の国だしさ、空気乾燥してそうな気がするし、田舎の空気って感じもしないよね、ドバイ。お前もドバイに来てみたいか。なんつったらいいかな。綺麗な空気って言ったらやっぱこのモンゴルとかさ、チベットとかさ、そういう、なんか人の住んでないところの空気が綺麗そうな感じしない？コスタリカとかさ。憧れても仕方ない。コスタリカは一生かかってもお前に人が住んでない。モーリシャス諸島とか、まあ、海はあんまりなんかいい空気って感じ、なんか気持ちいい空気って感じしないな。海はね、潮の匂いがね、やっぱ山よ山。もう何なの、最後の一言が余計。普通にお土産を買ってきてくれたら素直に喜べるのに。あ、そうだ、アンナさんの甥っ子がもうすぐ帰ってくるから贈り物をしたいの。外国のものをプレゼントできたらいいなって思う。うるさ、こいつうるさ。子供にあげるプレゼントか。いいだろう。おお。探しておいてやる。優しい。面倒じゃない？面倒ってほどのことでもない。空港の土産物売り場は近くにあるんだ。よくこんな頼まれごとに頼まれてくれるよ。ありがとう。それじゃあ後でお金を振り込んでおくね。金はいらん。お国。大したことじゃないから礼も不要だ。渡すときに。仏頂面の計画。こいつなんか楽しくなってるだろ、自分の存在が。覚えてた。ずっとじゃない。お前の電話で思い出しただけだ。で、その計は金か。
それともナイトの頭文字か。三振の刑だ。いや、お前は他人にやる以外に自分が欲しいものはないのか。ははは。ああ、イスタンブールで何かあるかな。アムステルダムか。ドバイ、イスタンブール、アムステルダム。現地の特産品なら、木彫りのラクダなんてどうだ。ドバイってそんな感じでしたっけ。そんな感じかもしれん。いや、ドバイ行ったことないからわからない。いいね。子供にプレゼント選ぶのには初めて。そうだな。子供と関わる機会がなかったし、親戚に子供はいても、仕事が忙しい。めっちゃなんか話聞いちゃってるんだけど、長くないこのパート。子供どころか、最近はお前の相手で手いっぱいだ。子供より厄介だから、ね、これから主人公ちゃんは。また後でな。プレゼントは、アシスタントから渡すように手配しておく。何から何までありがとうございます。よくこんな、よくこんなめんどくせえ女と話してるな、この人。ありがとう。あ、気にするようなことじゃ。優しいな。優しいわ。優しいわ。全優しいわ。あ、そう、アニメ11話前回でしたね。前回じゃなくて前回でしたね。なんか、すごかったよ。なんと言ったらいいのかわからないが、すごかった。あ、ちょっと飛ばしまーす。ほい、再開。ここね、4の19とかっていう、このストーリーじゃないパートの部分を飛ばそうとしてるんですけど、そういうことです。アニメの話をちょっとしていこうかなと思うんですけども、前がね、時間止めるだけの能力者かと思いきや、なんか、未来に飛ばされたりとか、未来に飛ばされた結果、なんかこう、その未来を書き換えるためにタイムトラベラーとなってたんですが、立ってたんですか。もうなんて説明したらいい。話せば話すほどチープになるような設定なんですけど、大丈夫なんですかね。もう全部言うなら電波塔とかだから電磁波を流せないようにしたら、イボルバーが全員なんかこう能力を失うみたいな。でもイボルバーをの進化させるイボルバーにするためには、全人類の 0.01% しかイボルバーにならなくて、そのためにたくさんの犠牲が出るということに主人公ちゃんは非常に、驚き、悲しんでいたのだけれども。一方、全の方は、未来に行って、未来の世界の中に主人公ちゃんがいないことを見つけ、主人公ちゃんを、取り戻すために、未来を変えるために、何度となく時空間移動を繰り返し、能力を覚醒させ、そしてついには主人公ちゃんの能力も開花し始め、最後話の終わりは、船で待つ、ブラックスワンのリーダーの、ゼオンだっけ？忘れた。結局さ、あの教授がラスボスなんじゃないですか。教授の名前出てこねえ。なんだっけ、シオンだっけ。え、もうさ、わけわかんねえんだよ、アニメの方は。もう恋要素どこ行った、恋要素。恋愛要素どこ行ったんだ。もっとね、甘酸っぱいの頼むよ。ゲームの方は結構しっかりなんかこう、電話のパートとかさ、こう心の揺れ動きじゃないけどさ、会話楽しかったりさするのにさ、アニメそういうとこがさ欠落しとらんじゃないか。欠落というか、そこも大事なパートだと思うんだが、面白いよ、見てて。アニメ面白いんだけどさ、面白いんだけどさ、なんかもっと過ぎた友和とかをさ、もう歯が浮くようなセリフを言わせたりさ、ね、そういうタジタジになったりとか、そういうのが見たいよね。はは。80億のプロジェクトですよ。何か言いたいことがありますか。いえ、ないです。はあ。ますます負けるわけにはいかないと気を引き締めた。お前の表情を見ると審査会を開く必要はなくなったようだ。ほう。突然ね。帝国を築き上げた王の顔に戻っていた。おお。あの場にあったのは本当に別人だったのではないだろうか。今の前からあの時の優しい表情が想像もつかない。自信がないならそう言え。
今ならまだ間に合う。スーベニアのマスターは彼のはずだ。あれあれそうだったっけ、あれそうだったっけ、そんなあの見当つけてましたっけ。 CEO の想像以上の報告をしてみせます。手帳すら持ってない人間がか。手帳ってそんな大事か。前が手帳を差し出した。私が彼の執務室に忘れてきたものだ。私の手帳全然まとまってない。中を見たんですか。たまたま目に入っただけだ。めっちゃ見てそう。業務報告の文章なんなら見た上で全てスマホに画像で残しとこう。残してそう。そういうところがある。でもちらっと見ただけかもしれない。そういう陰な部分はないかもね。前ぐらいになってくるとね。前ぐらいになってくるとあれだから、時間止めれるから。時間止めて、で勝手に手帳をさっと抜き取って、パラパラパラパッと見て、さっと戻して、ふーんってやりそうだね。時間止める能力強すぎるだろ。俺だったらスケベな方向にしか使わないけどな、そんな能力。私が意気消沈して執務室を出た後、禅の表情はいつにも増して険しいものだった。あのバカ。あのバカ。反論一つしないで出ていくとは。禅は携帯電話を取り出してメッセージ画面を見たが、開いたらカーソルはずっと入力ボックスで止まっていた。何か言おうかなって入力ボックス。各種会議での走り書きやメモ、さらには非常に詳細なスーベニアの撮影経過を記されていた。めっちゃ見てる。チラッとじゃなくめっちゃ読んでる。手帳をめっちゃ読んでる。こんな時にこんなものを書いてる場合か。落書きまでしちゃった。長い髪の少女がパフェを前に目をキラキラ輝かせている絵だ。それ自分。送信してすぐ前は自分は何をしているのかと後悔した。撤回しようとしているところにすぐに返信が来た。無邪気すぎる。主人公ちゃん面白い女になってる。仕方ないな。こういうシーンアニメであったっけ。このシーンなかなかいいぞ。なかなか楽しいぞ。手帳勝手に覗いたってやつ欲しいな。欲しいストーリーだ。シモン、そう。あれ？俺今シオンって言ったか。シモンです。シオンです。シモンですね。シモンが。さっきあの教授がとかどうのと言って。あれシモンだったわ。ブラックスワンのリーダーもシモンらしいですよ。漫画の話、あのアニメの話をしてる。おしゃれな部屋じゃないの。こういう植物とかが多い上に、こんなあのおしゃれなあの動物標本とかあるのって、ちょっといいよね。ちょっといい。全然機能的じゃないんだけど、部屋が片付いたよ。だからこそいい。今日の審査会が終わったらうちでお祝いしないか。この話し方めっちゃムカつくんだけど、なんかこのなんかこうねっとりボイスめちゃめちゃムカつくんだけど、イラーってくるんだけど、まあ悪くもないのかな。女子諸君はどう思うの、こういう感じの。善の方はまあありかなって思うんだけど、ねっとりボイスがね、ちょっと微妙にどうなんだろうなって思ってしまう。シモンの投資家として署名捺印してるのは善だ。世界は残酷な殺し、進化するか淘汰されるか。たとえ白に暗殺事件のことを伝えられたとしても、残酷な世界は遥か遠くにあって、今の私とは全く関わることのないものだ。関わるかな、交わるか。あれから私はこの時のことをよく思い出す。今私たちは出会い、物語が始まったばかりだ。始まったばかりなのか。その時私たちはまだ知らなかった。思い出の中で美しく輝く物語の裏に隠されているものを、めっちゃ神神。私の世界がその要因で崩壊するという残酷な真実を。ほう。なんか獲得した。絆分解。多くの機能が解放されましたね。まずは絆グレードアップをやってみましょう。私の絆タップ。ほう。私の絆。絆をタップ。ほう。おいで。グレードアップ。ほう。
進化後の絆はステータスが大幅に上昇し、レベル上限アップします。さらに新しい絆のイラストを描くと、ほうマジで、はあ、どこ押したらいいの。記憶の砂、はあ、絆を分解をタップ。重複した絆を分解することができ、分解するとレアな記憶の砂を獲得していきます。絆タップ、絆を分解する。はあ、こんな機能もあるんだ。へえ。ノーマルステージのチャプターをクリアすると、対応するエリートステージが解放されてチャレンジできます。ステージモードを変更をタップ。エリートモードを選択。エリートモードってのは要はあれでしょ。ハードモードってことでしょ。やりたくないんだが。やれと。1日3回。やるんかい。この実力では負けるが。ここカットしろよって思ってるでしょ。俺もカットするタイミングを失っただけだから許してほしい。お、満点ですね。面白い。みんな絶対見に来てね。めちゃくちゃ面白い。見てねって。ああ。ふぅ。ちょっと冷静になろう。こうやってね、アイテムをちょこちょこ集めてレベル上げていくっていう。解放してレベル上げていくっていう、そんな感じですね。ああ、もう16分来ちゃった。もう一つ進めたかったけどね。これ、ショーをさ、第何章とかでどうやって上がっていくんだっけ。どうやって新しい最新の章に飛ぶんだ。辞書、こうやっていちいちさ、いちいちクリックして次の章に行かなくちゃダメだったっけ。ここから飛べるか。あ、ここから飛びますね。もらっとこう、もらっとこう。いよいよね、次回から第5章に入るんじゃないでしょうか。物語がだんだんと動いてくると思います。動きすぎてもなんだかわけわからになるんじゃないかって気もするけど、まあアニメのね話とかもちょっと説明抜けてるとか、そういう部分がこういう風な字のねストーリーをやることで見えてきたりするのかもしれないね、やっぱキャラクターとの交流も大事だからね。アニメじゃその辺はこう表面上だけだけど、裏で何があったのかとかが作中で物語で語られていく様を見ていきたいところもなきにしもあらず。ということで、まあ今日はここまでしますか。人しか見れなかったし、サムネに使うようないい絵がなかったのがちょっと残念ですけどね。ないね。ここまでします。また来週お会いしましょう。ほなまた。